どうも、P425 です。というところで、パイレーツのフランチャイズです。やっていきます。現状パイレーツは47勝46敗で地区3位という風になっております。まあ、前回の動画でですね、トレードを行いまして、まあ、新メンバーがね、入ってきたというところで、一番最初の動画になります。よろしくお願いします。というところで、本日は7月の14日の試合というところなんですが、まあ、現状ね、チーム状況で言いますと、まずは地区首位カージナルスの7ゲームスター。そして、ワイルドカードは 1.5 差というところで、まあ、現状ワイルドカードの方がまだ近いのかなという状況。まずはね、こう5割を今超えてますので、この5割近辺をうろうろするね、この状況から脱出したいなと思っています。まあ、というところで、相手は本日は、メッツという風になっております。相手先発はデビッド・ピーターソン。そしてうちはですね、トレードで獲得してきました、エマーソン・ハンコックのメジャーデビューです。まあ、メインはね、ウィリー・アダーメスだったんですけれども、まあ、その付属といいますか、もう一人ってことでエマーソン・ハンコックと取れましたのでね、エマーソン・ハンコックが本日はデビューさせていきましょう。あのですね、タナーホークがですねまあ本当に少しなんだけど、タナーホークがまず怪我をしました一登板したら怪我しましたあいつは何をしてんだろうなという話なんですけれども、さあエマーソン・ハンコックです。現実だと MLB すでにデビューしてるんですが、このフランチャイズまだデビューしてなかったというところで初登板ですね。で、野手陣ですね。そうだね。ですね。まず、ジェイク・バーガーが、怪我をしました。まあ、これもね、重傷ではないんですけど、怪我しました。で、後半戦から、サードを務めてもらう予定だったオニール・クルーズも、まさかのね、その、後半戦開幕日のウォームアップかなんかに怪我したらしくて、今、故障者リスト入ってます。こっちもね、全然、10日ぐらいの故障者リストなんで、そんなに重傷ではないんですけど、なんか、ね、オニール・クルーズもサードの守備見たかったしさ、やっぱりジェイク・バーガーもね、ちょっとバッティングこれから期待だったんで、なんか見たい選手がね、ことごとく怪我してるっていうどうしようもねえなと思うんですけど、じゃあ行きますか。オーダーですね。あ、ニック・ソラックがですね、打ち来てます。もうこれはね、ウェイバーで取ってきました。ニック・ソラックです。ハンサー・アルベルトを放出しまして、リリースしたんで、まあ、その代わりとして、まあ、ユーティリティでニック・ソラック持ってきてます。相手は今日、ピーターソン、左なんで、そうだね、まあ、そしたら、まあでも、ソラックちょうどね、左強いんで使いたいんですけど、逆にソラックだったらどこでもいけるんで、これまたちょっと困るんですよね。どこでもいけるからこそ、ちょっとどこに置くか困っちゃうっていう。どうしよっかな。ヘンリー・デイビス、せっかく上げてきたしな。操作も左強いんでね。で、アダーメスはそれは外したくないじゃん。ソラック、まあ、ウリアスか？パワー、ちょっと左の能力はウリアスの方が高いんだね。あ、じゃあ、ソラックの方が高いんだね。ちょっとソラック行こうか。で、6番。7番じゃねえか。ヘンリー・デイビス6。ヘンリー・デイビス 6? ヘンリー・デイビス 6? この調子で？操作が5の方がおかしいんだけどな。そっか。キャッチャーは今日、ヘンリー。久々ハース行こうか。ね。ちょっとハースをまた上げてきました。ナルバイスとハースが本当にくる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 してる状況なんで。うん。彼らはもう本当に、そういう役回りのために取ってるんで、全然想定内なんですけど。まあ、レイノルズの調子が全然上がんないんですが、まあ、とりあえずは5番だな。とはね、ソラック5番入れちゃうか。で、ソーサー7番、デイビス6番、まあ、シリーセンター、マーゴかシリーか。マーゴも全然調子上がんねえから、これでいっか。行きましょう。アダーメスがちょっと左弱いよと。ただ今日アダーメス出なきゃね、せっかくうち来たんでねで、相手メッツはね、すでに普通に勝ち越してて、ポストシーズン争いも全然してる、ワイルドカード圏内なので、ある意味、ライバルではあるんですけど、カイナー・ファレファ、マクニール、セイヤもいるんだね、ホスキンスとかもいますか。なんか面白いメンバーだね。今、ベイティは怪我してんのかな、サードが違うってことは。リンドアはいた？ウリアスだったよね。リンドアも怪我してんのか、じゃあ。
そっか、結構相手でかいんじゃないかこれ。さあ行きましょう。うちとしてもね、まあ、貯金1の状況なので、まずここを脱しなきゃいけない。これはねすごくもう目指しているところなんですよ。さあ頼むよ、今そのハンコック。今日のエマーソン・ハンコックはトリプル A ですね。2勝11敗とかなんですよ。どうしちゃったのかなってぐらいの調子の悪さっていうか、まあ2勝11敗がなきゃ防御率自体はその8点台とかじゃないんであれなんですけど、ただまあなんかどうしちゃったのかなっていうところだったんですが、とりあえずはメジャーデビューもさせちゃいましょうね。またホークが帰ってくればまたホークがローテ入るんで。でもハンコックは今年もマイナーオプション使ってるらしいんで、自由にも今年は行き来できるんですけど、とりあえずはハンコック、ホーク帰ってくるまでは、ローテーション張ってもらおうかなと。まあ、プリスターと争いながらかな。まあ、言ってもホークも10日ぐらいだからね。アナミス？うまいね。すごいね。追いついて、まあ、守備うまいんですよね。オニールクーフはね、足が速くて肩が強いんですけど、アナミスは守備がうまいんですよね。リアクションとかが全然アナミスの方が高くて。ピーターソンですね。7勝5敗、4.11。まあまあまあ、ローテーションにいる左ピッチャーだなっていう、ちょっとどうにかしてサンタンデールの前にランナー置きたかったんですけど、いやーすごい力のないバッティング。全然ハードヒットできてないね。シリー OK。ハンコックはできてもね、このセンターにフライを打たせるってことを覚えてほしいですね。センターにフライを打たすときはどうにかなるんで、あとサードに、そう、来年からもそうだけど、サードに打球を飛ばす、サードにゴロを飛ばせば、操作だろうと、ヘイズだろうと、まあ、彼らは基本的に何でもさばいてくれるんで、そう、サードとセンターに打球を打たせるってことを意識してほしいね。それかもう三振取っちゃうんですね。お、これはよーし、見る伺うけどやめとくか。まあ、キリだったらちょっとどっちにしろで取っててもアウトセーフですから。お、いいんじゃないこれ。シリならどっちにしろ変えるんじゃないか。取るんかい。マジで、あれ取られたらもうちょっとヒット出ないぞ。マジ、なんであんないい打球が取られちゃうんだろうな。危ない。いや、危なくない。ヘンリーがめっちゃ引っ張り警戒してた。勝ったんですか。見る、あ、直接二塁でもアウトだったかな。ちょっともったいなかったな。インスイン。ゴールでいいか。オーケーね。いいよ。危ない。はい、操作なら大丈夫。オーケー。いや、いいね、ハンコック。いや、すごいいいな。いや、あのスライダー決まったのがでよかったね。ジャンセンにもいい当たり打たれたけど。お、いいんじゃない？よーし、よしよしよし。あー、なんだ。左中間割ってないのか、これも。完璧左中間割ったと思ったら、普通にショートの頭超える人だった。なんか、打球が飛ばなくなってる。なんか、低反発球でも使ってるかもしれない。なんか、全然思った以上に打球が飛ばないんだよな。フラッグ一時期アトランタいたんですけどね、マイナー契約だけど。経歴には入ってなかったね。フラッグ、ああいいね。いや無理か。そうか、ちょっとこれはまあ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 、まあ、フラッグ止めたからよかった。うーん、そうか、まあ、そうだね。元からフラッグね、レースとか本職みたいに書いてありましたから、なんかテストアニメだったけどレースなんだね。うわー、もったいない。よし、カーブ、いいね。あんまり決め球としてカーブは使ってこなかったですね。ここでアクセント、ちょっとエッセントを聞かせました、ハンコックね。いいね、いいカーブよ。タイミングも合ってないですね。あー、これは振ったんだね。あのカーブ振った判定なんだ。なんだろう、さっきのスライドと何か違うのかね、角度がね。よーし、よし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 。いやー、マクニールから空振りの三振だからね、今度はね。いやー、すごいぞ。球界でも現役トップクラスのコンタクトヒッターから、最後、チェンジアップで三振を取る。しかも、このピンチ。いや、ハンコックいいですね。お疲れ様だね。今日はね、初登板なんで、まあ、100球は全然メドになるんですけど。
ん、あーうまいな、マクニール。うわーマジか。うーん、セカンドだったのも運の尽きだね。サードショートだったら全然ね、操作の足ならセーフなんだけども、いやこのプレーをしたのがセカンドのマクニールっちゅうんかな。うーん、ちょっと運がなかったね。オルティスね、まあちょっとハンコックはお疲れ様というところで、オルティスが2イニングぐらい、いやでもまあオルティスだから1イニングでもいいんですけど、ただ1イニングか、とりあえず。ディープ、どうしよう、取れない、やばいやばいやばい、シリ、シリ、シリ、大丈夫ね、シリが。まあ2塁で止めたならいいか。いやーまあこの2塁打がどう出てくるかですけど、よし、操作なら大丈夫ね。 OKOK、 オルティスもナイスピッチャー、お疲れ様かな。オルティスもね、うん、100球も超えてるので変わる可能性があるんですけど、変わるね。誰だろう、アルカーラかゴッドか。アルカーラだと球速いんだよね、急にな。誰が来ますか。あなんでなんで、だからブルペンで準備してないピッチャーが出てくるんだいっていう話よ。まあ、でも防御率6点台か、いけるかな、どうにかなるかな。いいね、さすが簡単。これはまあさすがにホームには帰れないけど、3塁に行きました。チャンスチャンス。サンタンデールが今日2安打ですね。さすがですね。これはもうサンタンデールも復調というか、もう完全にサンタンデールと言ってもいいでしょう。やり込み2割6分近く打ってますし、このペースでいけば30分もいけるだろうから。あーここで頼むよ、勝負師リー・アダメス頼むよ。ここでおっ、どうだ、切れな切れな、いや切れそうじゃない、これ大丈夫だ、よし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 、これはトレードで来た男。いやこれ運やろ今日こういうところで、よしウィリー、ナイスホームラン、いいね、かっこいいね。すげえ打球切れそうで怖かったけど、本人めちゃめちゃ普通に入ったムーブしてたから、あんまり切れなかったんだね。よしよしよし、いいぞ。右ピッチャーに変わったのが良くない、多分これね、相手は。さすがウィリー・アダメス、これはさ、ちょうどワンディ蹴られた準備しておいたので良かったですね。なんか左に続くので、まあ、ワンディかなと、まあ、スタミナ的にもワンディ蹴られただったんで、まあ、まあセットアッパー的役割としても全然十分ワンディはいけるのでね。うん、そうそう、あーやばい、ミスった、取って、あーまあまあまあ、あー操作に飛ばしときゃ大丈夫だったんだけど、久々に見えたミスったな。うーん、おーストライクか。え、ごめんごめん。まあでも今日審判はそこもう一球取ってたから、低めそこの本当に同じぐらいの位置取ってたんで、そのまあブレてはないよ一応ね。危ない、ヘンリー、よし、オッケー、ちょっと昔ね、オッケーオッケー、うーん、打たれた。どうだろう、次のバッター誰だっけ、2番が、2番が誰だ、マック、まあ、マック出したらピッチャーこう、シリ、まあ、無理しなくて、あーこれホーム刺すんじゃないか、シリならすげえなこいつ。全く勢い殺された。それで刺すのシリ。ドンピシャ、うわマジ。あ、フィルメイトも頼みます。14試合目か、今シーズンまだ。まあ、怪我してたもんね、2ヶ月ぐらいな。リリーフが2、3ヶ月怪我するともうこんくらいになっちゃうよね。頑張ってほしいな、フィルメイト。もっと投げてほしいな、これからな。よし、ウリアス、大丈夫です。
OK。よし、低め。いいね。ヘンリー、これは大丈夫ね。よし、OK。いやー、まあ、さすがだな、フィルメイトンはな。ここは大丈夫だ、安心してる。9回だよな、うん。本来だったら安心できるはずなんだけど。いや、今、一応ね、シリーの打率が2割4分ぐらいで、ホームラン10本ぐらいですけど、さっきのこう、送球とかね、なんか守備の安心感とか見ると、やっぱり、シリーがセンターなんだなっていうのはあるよね。あとまあ、仮にも2桁ホームラン打ってるというこのパンチ力があってさ、本当に、9番センターの理想形みたいな。この男に託しましょう、ベドナーなんですが、本来だったらね、ベドナー送ればもう安心みたいな感じだったんですけど、今年のベドナーがなんか 3.48 なんだよね。そのまあ普通に見たらさ、なんかリリーフとしてはいい数字だけど、なんかやっぱベドナーっていうそのフィルターを一つ通すだけでさ、 3.48 は高いよ。さあ行きましょう。それになって 1.74 とかだからね。現にベドナーで、でもセーファーそうだね、現にベドナーで落としてる試合も、まあ、さっき見ただけでもさ、あれセーブ失敗も4回あったし、そうだよね、現にベドナーで落としてる試合も何試合かあるわけで、ベドナーが危なかった試合もあって、で、まあ、最近ちょっとね、動画、まあ、切り抜き的なことで上げた、あの、ジェイズとの試合もね、あれも、9回2点リードでベドナー出て、大谷さんとゲレーロにそれぞれ1本ずつホームラン打たれたっていう。ちょっとなんか、どこかしらの不安定さが、まだ拭えないのがベドナーっていうね、今シーズンなんですけど。振った。あー、マジ？先頭出しちゃった。うん、まあ正直この今年のベドナーのこの成績に対してどう思うかですね。セーブ数自体はリーグ2位だったってことを踏まえると、その人によってのそのクローザー感というか、そのもう圧倒的に制圧力が欲しいのか、それとも追いつかれなければ別に点取られてもいいよと思うのかですよね。そうなんです。多分それによって見る指標が、まあ、セーブ数か防御率かって感じになってくると思うんですけど、ベドナータイプはやっぱね、多いね。ベドナーはやっぱり、あの、制圧が欲しいよね。なんか、もうここ2年の成績が、制圧型のクローザーだから、ね、追いつかれなければいいとかじゃないタイプになってきてるから。うん、OK、レッドは大丈夫。よーし、どうにか勝ちました。いや、久々だね、手動で勝ったのね、本当に。でもこれはアダーメスの補強が呼んだ勝利と言ってもいいでしょう。だからあのコメントしてくださったアダーメスの補強をコメントしてくださった方の勝利でもう彼のホームラン全てですよね、今日はね。サンタンデールが2安打、アダーメスが1安打、あともう一人シリか、1アンド打ってるんで。プレイオブザゲームはベドナーなんだ。三振3つ？そっか。よーし、とりあえず勝ちました。これで、貯金をまた2に増やしました。そして、ワイルドカードは、これで、1ゲーム。さあ、まあ、メッツとね、あと2連戦続くので、ここを勝ち抜ければ、ワイルドカード圏内にも入ってくるということになります。はい。ちょっとね、怪我人が、ちょっとなんか、補強メンツで多くなってるので、まあ、これ以降私たちがね、その大きな補強をするときは、それこそ本当に、もう、大怪我人が出たときになるんですけど、それ以外だったらもう、とにかくは、今はもう、ウェイバーとかをね、ちょくちょく確認しながら、あと、相手方のトレードを踏まえてって感じですかね。それこそ最近、あの、私たちはもう、使わないだろうなと思いました、あの、エヴァン・ロンゴリアを、まあ、DFA した後、ちょっと一旦ウェイバーにかける前に、オリオールズがね、ちょっとベドナじゃねえや、エヴァン・ロンゴリア興味示してた、まあ、トレードブロックを置いたら、まあ、確か、オリオールズ、ヤンキース、ジャイアンツだったんですよね。確かなんか興味示してた場所が。まあ、興味示してるっていうか、ロンゴリアに興味示してるっていうか、まあ、サードが欲しい球団がそこで。まあ、オリオールズにロンゴリア渡して、ポール・イルビンもらいました。
全然投げてなかった、この意味。昔の評価と全く違う。なんかアスレチックスに、アスレチックスからオリオールズ行った時の評価とは全く違います、もう。ありがとうございました。では、チャンネル登録もお待ちしますので、よろしくお願いします。バイバイ。